マクール新作デザイン糸の巻き方のご説明をします。カタログに掲載していますこちらのデザインのこの巻き方のご説明になります。糸イエロー 65cm×65cm 小ぶりの正方形のサイズを使っています。まずは三角に半分に畳んでいただいて、そこから内側に畳み細くしていきます。このようにで、それを首の手前から当てて巻いて、後ろでクロスさせて剣先を前に持ってきます。ここを2回肩結びをします。1回目は少し優しく、2回目はキュッと締めてください。縁のターコイズがアクセントになってとっても可愛い巻き方ができます。